ブッパータールはドイツ連邦共和国の都市、ノルトヴェストファーレン州に属する、ルール地方の工業都市。人口は約36万人。ブッパータール、ウッパータールとも表記する。ブッパータール市街の風景ライン側の支流、ブッパー川沿いに位置する工業都市。約20キロ北にボーフム、30キロ西にデュッセルドルフ、30キロ北東にドルトムントが位置している。1863年、ブッパータールに化学、製薬会社のバイエルが創設された。20世紀に入り、いくつかの会社と合併して、IG ファルベンとなり、戦後に解体されてバイエルに戻った。現在の本社は、レーバークーゼンに置かれている。ドイツ産業革命の中心地であり、紡績産業などが発展した。1929年、バルメーン、エルバーフェルト、ロンスドルフ、フォービンケル、クローネンベルクの各都市が合併して、バルメインエルバーフェルトとなり、翌年より、ブッパータールと称した。エルバーフェルトは10世紀、エルバーフェルデ家の水木の下に生まれ、1610年に都市となった。バルメンは1070年にはすでにベールデン修道院の所領と記されているが、都市になったのは1808年である。両地域の繊維産業は1806年のナポレオンによる大陸封鎖のために危機に陥り、危機を脱したのはようやく19世紀半ばである。ブッパーはこの都市を流れる川、タールは谷を意味する。第二次世界大戦では激しい打撃を受けたが、戦後に復興を果たした。マックス・ベーバーは資本主義精神の発達を促したカルビニズムについて、ドイツではブッパータールの状況を例として挙げている。ブッパータール中央駅よりケルン中央駅へ RE で約35分。ベルリン中央駅へアイスで約4時間20分で運行されている。ブッパータール空中鉄道ブッパータールには現存する世界最古のモノレールであるブッパータール空中鉄道が運行されている。1901年にバルメンエルバーフェルト間に開通したもので、区間距離は約14キロ、ブッパー川上空を走っている。ブッパーターラ SV ボルシアがブッパータールを本拠地とするサッカークラブである。ありがとうございます。